フリーレンののおさつあげキッス。早々のフリーレン第13話の反応集いってみよう。開幕フリーレン、おばちゃん、マフラーの巻き方が可愛いぞ。フリーレン、おっさん登場会来た。いきなりザイン。1話見逃してるのかと思ったわ。初っ端から中村雄一さんかよ。いきなりのイケボはびっくりするから。もう初っ端から笑ってる。なぜ笑ってるかはもうすぐわかる。ガキの頃のくだらない夢、何だったかな。アバンにそれを持ってくるか。構成演出に鳥肌が立った。今週もラスボスみたいな税理オープニング。ヒンメルの死から定期、最初の出発から10年くらい経ってる。友達思いでイーゴリラ、ただのイケメン。イーゴリラ、ゴリラが悪いもの前提だの。ハンバーグの次はゴリラですよ。ゴリラに悪いやつはいないからな。やはり戦士は体力と生命力特化なんだろうな。せっかくの回想なのにゴリラ呼ばわりのせいで半分入ってこないのマジで草。中村さんがまた親友に思いを馳せる役をしてらっしゃる。いや、だからお前誰やねん。お座りフリーレン様かわいい。フリーレン様の黒タイツを堪能せよって感じのアングルが最高に最高。底なし沼来た。いい話してると思ったら底なし沼にハマってた。シリアスから急にギャグに。底なし沼にはまりながらカッコつけてたの？なんで底なし沼で冷静に喋ってるの？こんな見え見えの沼にはまることある？カッコつけてる場合じゃねえ。底なし沼の中からクールに反省を振り返るなよ。徐々にはまり込んでるのが分かっていいな。野草を取る範囲に底なし沼があるの怖すぎる。またキャラ濃いの出てきたな。このギャグ感大好きすぎる。助けてあげなよフリーレン。底なし沼引っこ抜き魔法なんてニッチだね。そんなピンポイントな魔法あるんか。早く底なし沼から引っこ抜く魔法を思い出して。底なし沼から引っこ抜く魔法、ポンで引っこ抜いた。ドロドロのままじゃん服。この人もしかしてギャグキャラ？フリーレンのこの顔かわいい。フェルンのおかんっぷりとフリーレンの叱られる子供っぷりが良すぎる。本当に怒られてしゅんとなる子供だ。シーラネって小さい声で言うシタルクいいな。早速噛まれたシタルクの底落ち2コマ。毒蛇に噛まれるシタルク。行ったそばから噛まれた。寮で噛まれてんじゃねえよ。元気に分かったって返事しといて噛まれるシタルク。シタルクそういうとこやぞ。木の実つまみ食いしようとして噛まれたのかよ。頑丈すぎるシタルクも毒はダメ。生草とワイエソールに育てられたフェルンでも無理なのか。想像より鼻血でまくってる。シタルクを出血させて殺しかける毒、普通にヤバすぎだろ。シタルクだから鼻血止まらないだけで済んでる。血が止まらない毒はやべ。めっちゃ刺さってるけど。アイゼン、毒を根性でなんとかする男、アイゼン。毒は気合でなんとかなる。それはどっかの薬屋だけや。それはアイゼンがおかしい。あのハイターがドン引き。ハイターがドン引きしている時点でダメだよと思ったらフェルンが言ってくれた。フェルンママが珍しく心配してくれてるんだからありがたがりなさい。死因の2割はなかなか多くないか。手遅れなのか。脳が溶ける。結構やばい毒だったのか。いやー、脳が流れ出るわ。いやー、脳が溶けて鼻から全部出るの怖すぎる。斧も通さないシタルクの肌を貫通し毒で脳を破壊する蛇、強すぎ。ブルブル震えてるフリーレン可愛い。フェルンママ冷やし塚そうなのにしっかり手を握ってるの可愛い。あ、底なし沼にはまってた人。それフローケって言わないと思う。フローケじゃなくてフローケのミニチュアじゃん。なんかシュールなネタが渋滞している。ファンタジー世界の毒はやばいな。そんなあっさり治るのか。一瞬で鼻血止まった。優秀すぎるだろザイン。もう手遅れと言われたスタルクの毒を軽く解毒してみせたよ。めっちゃすごい治癒魔法じゃんか。ザイン、ほんと天才なんだよな。魔法の力ってすげえ。なんとまあイケボな僧侶兄弟。平川大輔兄と中村雄一弟とか声が良すぎる兄弟やな。あら、ハイター様はこちらにも巡礼されておらっしゃったのですか。ここでハイター様つながりが来る。ハイターも最終的な地位おかしいよな。ポンコツっぽいけど優秀なのかなザイン。僧侶枠空いてるやん。ついに僧侶が仲間になるのか。
ここで僧侶枠追加は助かる。シュールギャグとシリアスがナチュラルに同時進行してて微妙に先が読めない。またフェルンだけご飯食べている。何もつけずにパンを食べる。キッキー固有の同族嫌悪。天才だから嫌いなの？なあに言ってんだこいつ。フリーレンをこいつ呼ばわり。優秀な僧侶は酒飲みなのな。ハイターと同じ生臭坊主だな。僧侶はみんなそうなの？沈黙を深めてる。物はいいよ。優秀な僧侶は生臭坊主になる呪いにでもかかってるのか？フリーレンは生臭坊主と友達になりすぎだろ。ザインが生臭なのにかっこよすぎる問題。シュタルクの小僧感かわいい。身ぐるみ剥がれるフラグだ。すやすやフリーレンを起こす。寝巻きフェルンちゃんかわいすぎる。女性層へのサービス新規ターハ。ひんむかれるシュタルク。シュタルクがパンイチになってる。お前も剥がされてるのかよ。二人揃って身ぐるみ剥がされてる。大人の汚い裸見せるな。ザインが身ぐるみ剥がしたんじゃないんかい。尊重とんでもないバクトかよ。ザインの方が格好つけてるわけ。コメディーになっちゃってるよ。有能な僧侶は生臭坊主が多い。アニメにするとここで階層入れるの笑っちゃうわ。素肌にローブをまとってるように見えるな。過去フリーレン衣装。ヒンメルは相変わらずイケメン。勇者ヒンメルならそう言う。ヒンメルほんとかっこいい。自分がヒンメルに言われた言葉をそのままザインに。ヒンメルとセリフが被る演出良すぎる。ヒンメルのフリーレンへの誘い文句引き継がれているのいいね。立場が逆転して今度はフリーレンがザインを誘うの最高。フリーレンの中にヒンメルが根付いているんだよな。ほんと無意識レベルでヒンメルの言葉がフリーレンに響いてるんだね。パンツ一丁でカッコつけんなよ。パーティーが増える感じですかな。盗賊嫌悪ってそういう意味だったのね。パンツ一丁おじさんにスカウトアタック。フェルンがもう読めすぎる。あたた高いな、あたた高いな。フェルンママ今日優しいね。よかったね、シュタルク。なんかもうフェルンは近いうちに育児疲れと介護疲れでハゲるんじゃないだろうか。よかった、装備が帰ってきて。いい人たちでよかったね。クソで買うのは賭け金にならない。斧も含めて、プライスレス返却です。持ち方、つままないであげて。シュタルクの服を汚そうに持つの面白い。シュタルクの扱いが相変わらずひどい。フェルンママ、全体的に男性陣の服装の扱いが雑で笑う。なんでそんな塩対応なのフェルン。ふくれるフェルンかわいい。ふくーっとしてるのかわいい。ハイダーの教育により酒は OK。 ギャンブルはダメだが酒は許すフェルンママ。フェルン、洗脳されてやがる。ハイターの教育が行き届いている。ハイターのせいでフェルンも死亡になりそうだ。また身ぐるみ剥がされてんじゃねえか。いや何回かけに負けたら気が済むんだよ。ザインどの角度もかっこいいんやが。ゴリラみたいなやつのキャラ名が字幕だとゴリラになってる。ゴリラ名前もゴリラなの？名前くらいつけてやれよ。そして戻らなかったゴリラ10年。勇者ゴリラ、思ったよりいい声してる。ついに好物で釣ろうとしてるの笑う。ハイター、少なくとも真面目ではない。生臭坊主ハイターの影響を受けすぎなフェルン。真面目な僧侶ってなんだ。年上好きは激しく同意。年上、1000年以上生きた魔法使い。バリバリ年上がいるじゃねえか。フリーレンは確かに年上のお姉さんだよな。この小さいギャグシリーズなに。いくらなんでもその構わないやろ。お兄さんはドールハウスでも作る気なの？シルバニア大工なの？裸同士にされた関係からカスタルクとおっさんが意気投合している。ザインが出るたびにシュールな笑いどころが供給されるんだが。年上のお姉さん来たが。とんでもなく年上のお姉さんですけど。フリーレンは年上すぎるだろ。こんなのお姉さんじゃない。こういう時だけ年上してるフリーレン好き。フリーレンの嘆き好きだ。出ました、ロリババアの嘆き室。フリーレンの色仕掛け。そんな色仕掛けで落とせるわけねえだろ。フリーレン様の嘆きっす。エッチすぎる。エッチすぎるぜ。危ないところだった。フェルンとシュタルク、どんだけ純情なんだよ。ヒンベル特攻嘆きっす。ヒンベルにはよく聞くフリーレンの嘆きっす。それはヒンベルだから聞いたんだよ。ヒンベルにはめっちゃ聞くの面白すぎる。勇者パーティー、
昔も今も純情かい。フランメ、魔族との戦い以外にもフリーレンへ余計なことをいろいろ教えている。ザイン、このパーティーにはお前が必要だ。ツッコミ役として。今会いに行かないと近いうちに後悔する。決断を先延ばしにしちゃうと何かと理由をかこつけてどんどん先になっちゃうんだよな。本当に同族嫌悪なんだよな。たったの10年、これだから長命酒は。今会いに行かないと近いうちに後悔するって、フリーレンが言うと重さが半端ないな。近い未来に後悔、フリーレンも後悔したからこの言葉が出てくるんだろうな。ハイターはザインが聞いてたこと鏡越しに分かっていたのか。お互いを思いやる兄弟だな。いい兄貴だな。ハイター、当時でも高齢なはずなのに地方巡回してるのすごない？この兄弟両方有能な聖職者だよな。親父にもぶたれたことないのに。人を殴るに足る理由よ。これほどまでに愛情のこもった兄貴からのビンタはそうめったにないぞ。ずっとうじうじしてる弟見てる兄もつらかっただろうね。ここで決意しなければ後悔だらけの人生になるよ。フリーレンパーティー4人目の加入だ。仲間が増えた。見事に投げキッスが役に立ったようですね。シタルクとフェルンで仲良く魚釣ってて可愛い。珍しい開けっぴろげないイチャつき。ザインが仲間に加わった。お、本当に仲間になるのか。兄貴、本当にいいお兄さんだよ。フリーレン一行は力のある僧侶を釣り上げた。仲間が増える瞬間はいつ見てもいいものだ。ザインに当たりが強いフェルン。一緒に頑張ろうな、カタポン。ザイン、シタルクと意気投合。男仲間で来てよかったな、スタルク。今日も体感5分で終わった。今週も最高だった。このクオリティマジでやばいな。次回予告にさらにイケボが。バトルなくても面白い。このゆるい掛け合いいいよね。癒される。今の話をしているってすごく響くな。このアニメは今更ってのがキーワードなんだな。フリーレンの後悔が一人の人間を救ったんだよな。回り回ってヒンメルのおかげ。このエピソード全世代に突き刺さるよな。今更遅いって下手すりゃ10代前半でも思うからな。夢を叶えられなかった大人のぶらぶれた寂しい姿について触れてたし、哀愁の漂う回だった。いろんな面が見れる作品だ。てっきりフリーレン、フェルン、シタルクの3人体制で固定かと思ったら、新たな仲間が加わったのは想定外だった。僧侶は魔法使い以上に才能の世界だってのが、この辺りでもすでに描写されてたと今になって気づいたわ。過去の失敗を引きずったり過去に執着してしまうというのは誰しも持ってる心理だろうし、そういった意味でも今回のお話は心に刺さるものがあるなと思った。後悔とリトライはフリーレン自身にもかかるテーマやしね。なるほど、同族嫌悪。もう死んでるに決まってるだろうと言いながら、まだ10年しか経っていないっていうあたりはいいな。大切なのは自分の気持ちなんだな。シタルクのお兄ちゃんといい、いいお兄ちゃんばかりで泣けたよ。兄貴優しくて有能なんだろうけど、製品だけは何がどうなってあんな方向に行っちまったんだろうな。まあメタ的にはギャグの一言で片付いてしまうんだが、オケはまだしもカマがあのサイズは真面目に困るよな。フリーレンの打撃室の直撃を食らいたい。エッチすぎるだろ。さすがフリーレン、一見淡白っぽく見えて実はエロい。長年裏で男の欲を満たさせてきただけある。フランメはフリーレンに魔族との戦い方しか教えてないって言ってたくせに、結構エッチなこと教えてるじゃないの。投げキッスは完全にドラゴボのキラフ大王のオマージュ。懐かしすぎてくさ。フェルンとスタルク的にはエッチなんだ。フリーレンの投げキッス、基準がよくわからん。つうかザインなら投げキッスより服を溶かす薬で釣った方が一発だったろうな。賭けに負けて身ぐるみ剥がされたらフェルンの上着かけてもらえるんですか？ギャンブルとかは悪いことという認証はあるようだから、ハイターは酒以外はまともな僧侶だったんだな。フェルンは成人したら大酒飲みになるな。肝臓を強くする魔法が必要だ。シタルクが冷静に、何言ってんだこいつみたいなこと言ってた場面はロタ。自分よりずっと年上のお姉さんに向かって随分な口の利き方だな。早々のフリーレン13は視聴させていただきました。ということで今回は僧侶枠4人目の仲間であるザインがパーティーに加わりました。いきなり底なし沼にはまっているところから始まるのがこの作品らしい。アバンではそこを映さない演出もうまいです。原作よりもズブズブハマってて、
ほんまに瀬戸際感が出てましたね。そんな余裕出してる暇ないだろう。ザインの回想に出てくるゴリラの親友、私は字幕はつけない派なんですけど、字幕ありだとゴリラになってたみたいですね。エンディングのキャスト欄でもゴリラになってたのはワロタ、ちゃんとした名前つけてやれよ。シュタルクが蛇に噛まれて鼻血出まくってましたけど、ここも原作よりダラダラ出まくってて面白かったです。しかしそんな脳が溶けて鼻から全部流れ出るようなシャレにならない毒持った蛇がいる森って怖すぎるだろう。今まで町の住人よく無事だったな。ってザインがいるから大丈夫だったのか、ザインが抜けて大丈夫かこの村。フリーレンがいつにも増してザインを仲間にするのに躍起だったのは同族嫌悪って言ってましたが、昔のヒンメルたちから誘われた自分を重ねてたのね。原作読んだ時はいまいち分かりづらかったんですが、アニメはヒンメルとセリフを被らせる演出がめちゃめちゃ良かったです。今の話をしているって本当いい言葉だ。日に日にフリーレンの中でヒンメルの思いが大きくなっていくよね。ヒンメルは出てくるたびにかっこよすぎる。ハイターが兄貴を勧誘してた回想も、あの時点でザインが冒険者に憧れてたことにも気づいてたっぽいですね。身ぐるみ剥がされてたシーンは女性ファン大歓喜のサービスシーン。原作では買い戻すのは割引だったのがタダになってました。フェルンがザインに服を戻すシーンは原作よりもマイルドになってましたね。原作はほんと地面に叩きつける感じで投げてましたから。そして超ウルトラエッチシーンである問題のフリーレンババアの投げキッスシーン。アニメでは尺が長くなってて満足です。ババアの投げキッスもいいですが、私はフェルンの投げキッスが欲しいんですけど、やってくれませんかね。ヒンメルにも投げキッスをしてましたが、どういう流れで投げキッスしたんでしょうか。会話の内容が気になる。アイゼンが罪な女だって言ってるのが面白かったです。この投げキッスは師匠フランメ仕込みなんですが、原作ではフランメにも投げキッス返しする一幕もあります。そこも見たかったな。というわけで、いろいろとしがらみを超えてザインが加入、途中までと言ってますが、果たしてどこまでついてきてくれるのか。あと今回もフェルンのいろんな面が見れて可愛かったです。でっかいパンを頬張るフェルンも良かったですが、ハイター信者になっている曇りなき眼な顔も良かったですね。ハイターの教育が行き届いている。次回はお待ちかね、シュタルクとフェルンのお話です。フリーレンの指輪にまつわる話は予告の段階では入ってなさそうだけど。以上、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。気軽にコメントもどうぞ。